さあ、今回やっていくのは、黒猫ヤマトのサイズ60のですね、段ボールの体積についてお話をしていきたいと思います27。27×20×13 ですね。いやーもう複雑だ。難しい。いや、かけ算、いや、やってやれるかって感じなんですけど、これも実は超簡単なんです。どうやってやるかっていうと、まず 27×13 が実は簡単な計算です。これ何かっていうとですね、因数分解が使えるんですね。 で、因数分解のある公式を使うと20、20プラス7、そして20マイナス7の掛け算に変えることができます。で、これを計算するとですね、20の2乗と7の2乗の引き算になるわけですね。これは公式を使いましたんで、わからない人は公式を見てください。で、そしたら400マイナス49になるじゃないですか。そしたら351になりますね。これは面積です。あくまで面積しか出しません。あとは奥行きですね。奥行きかける20っていうのをかければいいわけです。351かける20。これも一見難しそうに見えるんですけど、 11の2倍で、そそこに個加えててくくだだださいそれけけでででででのが一発で出てくるわすすねね超簡単だったです、ね、でポイントをまとめていきます。特定のある数から、同じ数だけプラス、同じ数だけマイナスされたような掛け算っていうのがあります。例えば20、20プラス7、20マイナス7のように、こういった掛け算っていうのは、実は20ですね。ちょうどその真ん中の数の20の2乗から、そのプラスマイナスされた数、 の二乗を引き算された形といたのが結論として出てくると。これを活用するだけで一発で計算できるんですね。ぜひ日常や仕事の中でですね、こういった計算を持ち込んでいただいて、計算と楽しく暮らしていきましょう。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。